少しで私の誕生日がやってくるけど、ただろうそくは増える、右へ左へのしかかるもののバランスの中で心は揺れる。争いは嫌いだが、心の中ではいつも誰かにピストルを向けたりしてる。人を突き落としても上がりたい表彰台、何かが欲しくて何かを目指して、誰もが現代に道しるべを探せる。生きるとは何なんだろうか、戦うことか戦いを避けることか、正しさとは間違わぬことか見失わぬことでしょうか。涙で枯れて笑顔でシワが濡れて、愛しき人と何かを背負い腰を丸くする、苦しいくらいに幸せでいたい、苦しいくらいに幸せにしたい、それでもそれすら忘れる時がある。優しさとは許せることか許さぬことでしょうか、愛するとは何なんだろうか、思いやるだけか疑う心も隠すことでしょうか。風にも負けるけれども、いつか私も道しるす。生きるとは何なんだろうか、戦うことか守り続けることか、これから先歩む一歩が死にゆく一歩でなく生きゆく一歩であれ、これから先歌う